くしゃみが。どうも。なんかさ、前にコンビニのおにぎりが、コンビニに好きなおにぎりがあるって言ったんだけど、なくなってました。悲しいです。どこを探しても見つからない。なんか海苔がついてないそぼろのおにぎりだったんだけど、そぼろでなんか生姜が入ってるおにぎりだったんだけど、もう見つかりません。あれが悲しい。涙が出ます。もう食べるものがありません、お昼に。コンビニおにぎり高くなったね。美味しいやつはさ、だいたい高い。なんかハラミのおにぎりが好きだったんだけど、めっちゃ高いの。あれ、涙出てない。出てます。実はちょっと光がね当たってて見えないけど。こんばんは、どうも。涙サプライズ。そうなんです。と、さ、あるか、カレーパン、成分のさ、カレーパン好きなんだけど、あれもさ、夜になるとさ、なんか、あのさ、スイーツバーみたいな、なんか長細い豆腐でできたスイーツバーみたいなのあって、それのチョコレートがめっちゃ美味しかった。コンビニって高いよね。コンビニさ、なんか全部揃えたら1000円ぐらいいかない？デザートとドリンクとみたいな。高すぎです。キッチン行ったの、やばすぎ。今日ね、ラーメン食べたよ、つけ麺。いや、もう結局手作りのおにぎりが一番美味しいんだよ。あ、そうそう、豆腐バー、そう、そのこと。豆腐バーのガトーショコラがめっちゃ美味しい。ホワイトクラコマを要請にする。お、先生ありがとう。こちらこそありがとうございます。揚げ物、春巻き買う。セブンは春巻きうまいよな。あ、実際ありがとう。なんかこんばんは、こんばんは、トマジちゃんありがとうね。でもさ、ショールームのさ、アイテムはね、みんなお金がもったいないからあ、気持ちだけ受け取るよ。だからあんま投げんくていいよ。あるじゃん、なんだっけ、タワーとか。もうあのタワーのさ、絵文字だけでいいよ、打つの。そしたらタワーありがとうって言うから。アメリカドッグうまいよね。美味しいよね、アメリカドッグ。アメリカンドッグか。ささみしそ揚げ、あれもなんか、まああれも美味しい。ん、なんて言った。ちょっとさ、今ね、スマホがちょっとなんかさ、不安定なとこに置いてるから、崩れそうで、こうスクロールができないような。だからもう見逃したらちょっとすまない。すまない。ありがとう。今日二人と4月22日に行くよ。マジで？ライブ？定期かな？ありがとうございます。待ってます。今でもルチャってはい、うん、今でもルチャ。今でもルチャです。ちょっと倒れんかな？なんかできるわ。
後ろ眩しい。なんかさ、めっちゃ光ってるよね。ストレートありがとう。のぼりばたってあのヤンキーのやつ。定期ってお話できるの？特典会はお話できる。 TikTok もちゃんと見てるよ。おー、 TikTok はまあぼちぼち上げてますので、みんなもよかったら見てください。特典会のレギュ教えてください。レギュ、この前はん？何やって、サイン会と握手だっけかな。前回はお疲れ様、ありがとうね。確かね。そう、明日定期公演当日券もあるから、みんなよかったら来てください。新規とかありますか？新規ってあんのかな。特典会なんか対バンとかは新規あるけど、定期って新規あるのかな。衣装のローファーヒールだね。君僕の MV ヒールじゃないと。どう、ヒール、普通の普通のローファーだね。ヒールのローファーってあんの。こんばんは、こんばんは。メガネおばちゃん元気してるか。何メガネおばちゃんって。対バンの時は新規写メ一枚。うん、新規写メ一枚でハイタッチだったね。この前ハイタッチが無料だった。ヒールタイプじゃない。あ、そうなのかな。普通のヒールなのかな、分からん。ちょっと普通の靴と同じ、普通のローファーだと思う、分からん。洗濯干しながら見るよ。間に合わなかったんかい。あ、青春高校のおばちゃん元気してるかな。元気してたよ。着てる服ないとね。てかこれお気に入りなんだよね。お気に入りのセーターです。定期公演は今のところ新規ない。あ、ないそうです。新規はないけど、でも当日券1500円とかだから結構安いです。で、明日がなんだ、何、子供、あ、子供じゃない、ん、学生が安いんだっけ明日。あ、もうこんばんは。あ、もうさ、ごつい、ありがとう。今日はどんな一日だったの。今日はお休みだったんだよ。で、今日はご飯食べてゲームセンター行って、で、またご飯食べた。あ、タピオカを飲んで、で、お散歩して、で、またご飯食べて、特に何もしてないな。ゲーセンはなんかウィンドブレーカーっていうやつが、今日の深夜からまた2話やるんだけど、それがすごい好きだから、そのキャラクター撮ってきました。なんかそう、結婚した、本当におめでたいことです。 UFO キャッチャー、うん、 UFO キャッチャーやった。見せて、今度見せるわ。今ちょっと持ってません、離れなきゃいけない。ここ今日はね30分で終わりますよ、配信。いつもダラダラね、長引いちゃうからね。終わります、明日定期やし。ウィンドブレーカーね、ちゃう、え、見たの、面白い、見てほしい。あと忘却バッテリーも見てほしいです。あと怪獣8号もどうようかな。テレ東じゃタピオカ、そう、タピオカが美味しいよね。
頑張ってね、明日も頑張るよ。ありがとね。渋谷でさ、ビラ配りしてたんだけど、その時にウィンドブレーカーのあのハチ公前にさ、なんか広告、でっかい広告あるじゃん、板に。そこがウィンドブレーカーになってて嬉しかったです。あとまだ行けてないんだけど、新宿のでっかいパネルがなんか忘却バッテリーになってるらしくて、それもちょっと見に行きたい。あと、あ、そう、私さ、今日までかな、あの MV、 君僕の MV が渋谷のあのビッグカメラの上のとこに流れたらしい、流れてたんだよね。らしいじゃなくて言ってるわ。そう、見てくれ、見に行った人とかいるかな。市販のタピオカか店のタピオカ、どっちが好き。店かな。市販ってコンビニとかに売ってるやつかなこと。この間缶バッジ一発でルーザー吐き当てた気合で、すごっ、気合でどうにかなるもん、すごいです。でもさ、あのこの前さの対バンの時に、あのルカのでっかい缶バッジ当ててる人いて、おーって。 MV 見れるの今日までじゃない、多分今日までな気がする。すごい周りに人、いや、めっちゃいたんだけど、あの交差点、信号が多分変わった時だったからあんまいなかったね、人。でもあの切り取ったんだけど、もうこっち側に一人人がいた、ちょうど映ってたから、あのちょっと切り取らせてもらいました。なんか AI でさ、人を消せるみたいなやつがあったんだけど、有料だったからやめた。それなんかお金払ったらなんか消したとこが AI で勝手にそこの部分埋めてくれるみたいな。お試しできたけどね、すごかった。それがいつもと違うね。まあ部屋だね。こんばんは、こんばんは。こんばんは。仕事中なの、星投げ出てます。あ、頑張ってね、お仕事。ゲーム配信見たいよ。ゲーム配信みんな見たいのか。果たして最近ね、ゲームパケロスやばすぎてできてないんだよね。はじめまして、レナです。どうもレナ、レナ、ゆっくりしてってね。消しゴムマジック、最近のあれはさ、あれだよね、Google ピクセル、 iPhone じゃできないよね。 Android。 髪の毛綺麗ですね。ありがとうございます。でもなんかさ、髪の毛がなんか一応決められてる髪の毛がなんかニュアンス巻きみたいな、巻くんだけど、巻くの下手すぎてさ、すぐ取れちゃうんだよね、巻きが。忙しいと趣味に没頭してる暇ないよね。まあね。でも忙しいというか、パケロスがやばすぎてちょっとできないって感じかも。ゲーム配信して楽しそうにしてるルチャがみたい。ああ、なるほどね。ルカよりもゲームが上手いメンバー、いや、いないんじゃない？わかんない。あんまやったことないな、メンバーのゲーム。今、ルカの目の前にあるものは、パソコンです。パソコンを置いてる、あの、机でやってるから。今日のバイトで声出してすご、し、声出しすご、これ待って、何のバイト？借りなんかしたコールじゃないか。何のバイト？そんなことある？バイトで。いや、もう全然、あの声がね、喉が大事だから、
無理は全然しなくて大丈夫だよ。 きっとね他の人が頑張ってくれるよ。きっとお大事にして。毛先を持ったままで髪揺らすの好き。どういうこと？毛先を持ったまま髪揺らすの、どういうことだ？MV の制服部に可愛くてニコニコした。よかった、ニコニコしてくれてよかったよ。後ろの照…いや照明ないよ後ろに。これただの白い壁。光ってるよな後ろめっちゃ。話したの、ラストアイドル見たいって言ってた。ありがたいですとてもありがたい。こんばんは、こんばんは。うちゃんのために声使うと思うかな。伏せられてわかんねえけど、いや無理しない程度にね後ろ引いてみて。これ以上ね弾けないんだよね今ね。物と椅子が当たってて弾けないんです椅子を。両方ともでどういうことかって不思議すぎ。全然これでいいなら。袴姿美しかったです。あー袴、そうまだね上げてない袴あるからブログで出そうかな思います。 ちゃんとあの一人でちゃんと撮った写真あるから。そう下がりませんこれここフ後ろの壁光ってるってことは前に照明ないないない、なんもないんだけど不思議なんだけど、なんでこんな、どういうこと。台湾の時はかなグライブのこと話す時間、いやないないない、ね、時間、あそのすれ違う時にあのお疲れ様ですっていうくらいかも。話してもらうか人見知りだから多分話せないじゃん。不思議ですよ。いやいや全然全然これでできてたならよかったです。どこに照明あるの、普通に上だよ照明。社会人か、まあ社会人か、まあ、学生じゃないからね。配信してくれた、いやいやこちらこそ来てくれてありがとう。ここ最近ネクスに投稿してしていただいている画像が可愛すぎて直視できない。してそんな写真あげてたかな見に来れてよかった、ありがとうね。ルカのオーラで光った、そういうことか。オーラ出ちゃってるかやっぱ。照明ってか普通に電気ってこと？え普通にあの上にくっついてる電気あの別になんかライトとかつけてない、配信ライトみたいなの。こんばんは、こんばんは。これからも仲良くしてほしいです。ああよろしくお願いします。今日も可愛かったよ。箱系あいうなんて楽しそうなくて泣いてる。泣かないで、いつか行きます。本当に待ってるよ。定期公演はねあの月に3回くらいやってるから、台湾もやってるからね、会う時よかったらおいで。通称見たい。あ通称とあれあげんかったっけ。オーラバリバリ出てるよ。いや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 、オーラとか見えないでしょ。神々しい、神々しい。20ほんとや早いな。ぬみちゃんがなーまた帰ってかな。結構活動してるよねみんな。500人、おー500人目、すごいじゃん記念すべき。女神だったか。そうなんだよね実は。こんばんは、こんばんは。
次はつけ麺食べるポーズで通称、それさ、ラーメン食べるポーズとさ、つけ麺食べるポーズ違うの？違いはどうやって表せばいい？明日検討中、おおいでよ、検討してるなら。当日券安いしね、結構。 MV 見たよ。おありがとうね、知ってた。地上波人生のものも、なんかビラ配りしてたからさ、渡したんだけど返されて、ビラを。なんか地上波出たらもらうねって言われた。ピエン、早くリカちゃんに会いたいな、おいで。いいな。ルチャー的に一番難しいと思う記憶なに、いつにワールドかな。踊りやばい、踊りやばいよ。ラブラブね、やりたいね、一緒にライブ。生誕とかあんのかな、あー、わかんない。でもこの頻度でやってたらありそうだけどね。みんなの誕生日のさ、先月は3回やったんだけど、その3月誕生日の子が3人いて、1個ずつ、1日1回ずつその誕生日の子の、誕生日の子のこう誕生日公演みたいな感じだったからあるんじゃないかな。ラーメンとつけ麺ってほぼ同じじゃん。ほぼ同じ。うん、なんかつけ麺をあったかい、つゆを冷たい麺で食べるのが好き。ビラをもらってみたかった。まあタイミングが合えばね。私物で一番高いもの、いやわかんない。普通で一番高い、パソコンかな。ゲームのパソコンめっちゃいい。まあそのゲーム界隈で言ったらそんなかもしんないけど、やっぱ高いからね。ビラ返されるのってきついね。そう、悲しかった。まあ定期公演初日1回目しか見、いやもう1回来てくれてるだけで嬉しいよ。 MV のポニーテールもね、ありがとう。なべえ猫リンクありがとう。ん、今晩なんて書いてんだ。違い目、明日当日券あるみたいなんでいけそう。お、当日券明日あります、よかったら来てください。お披露目は見ましたかな。おお披露目もじゃあそれ2回じゃん。2回に来てくれてるよ。待ってきゃよかった。そうそうかな、そんぐらい頑張るわ。いや英語わかんねえ。誕生日公演行こうと。誕生日公演いつだよ。誕生日11月です。ビラ返す人はどういう、あ、だからなんかちょっと見て、あ、じゃあ地上で出たらって返すみたいな。わかんねえわ。英語の場に電話かかったよ。あれこさっき見た。ダンスに注目してみよ。やめてやめてくれ、苦手って。全然踊れてないとか思えたらどうしよう。お茶ありがとう。話し方も好き。だら喋るだけだけど。フォローしてくれたのありがとう。兵庫県在住です。兵庫県か、じゃあ遠いな。公園とかはとかめっちゃ目悪いよね、0.1 もないし、よく残念ながら。こんばんは、違う、ずれちゃんに待ってるっていうの、いつ来てくれるのかな。ビラ配りは告知しないね。最悪持って帰る。こんばんは、頑張ってるちゃん、みんな好き。なんかさ、昔はやっぱ頑張っていないのがかっこいいと思ってて、頑張っているのを見せないというか、なんて言うんだろう、かっこいいと思ってたんだけど、
構あんま一生懸命じゃないみたいなのがかっこいいと思ってたんだけど、ジュニアだから。でもやっぱ漫画はね、スポーツ系の漫画を見るようになったの。そしたらもうね、なんか頑張ってる人かっこいいなと思い始めたんですよね。何の話？まあ、差し支えのさっきの広瀬さんお願いしても構いませんか。マジで。じゃあまあ今度公園に来たら公園に来た時今度やるね。マジどういうこと？遊びに来たよ。どうもどうも。全部かっさらうね全部かっさらったら意味ないのよそれ、一人に渡しちゃう。シャカマキ、なんだシャカマって。昨日ラガンのコンビニ行ってしまって何も見えなかった。すごい、コンビニ行くまで気づかなかったの、ラガンのこと。あと3分。スポーツ漫画じゃなく、そうなんだよ。でだからなんか練習とかなんかしんどい時とか、これからレッスンの時とかはあのスポーツ、最近はその忘却バッテリーをこう見ながら行くっていうのがルーティーンになってる。そう、なんか結構頑張れる子供初見です。どうもどうも。これは何の手動画のあの人のやつと告知すると思う。どんな告知だよ。ビラー確かにね。あ、でも台湾はビラ渡したよ。なんかあの特典券買ってくれた人になんかビラも渡すみたいな。裸眼できると思ったらお前の墓見なかった。いやもうルカはね、裸眼だったら何も見えんと思う。歩けないと思う、ガチで。スマホだってさ、この距離じゃないと見えないもん。とんでもなく目が悪いよ。でもあの視力が落ちてるっていうより近視乱視みたいなのがやばいっていうの。もしいつかビラ配りに遭遇したらあげるよ。おいで。メガネしてる普段。この前の台湾の時、ルチャが突然現れてびっくりして、ルチャが突然現れてびっくりした。どういう状況だそれ。あと1分だ。本当だ、早いな。ルムさんだ本当にね。 0.04 とかしかない。ゲームのしすぎですね。みんとかも全然安心して見るようになったよね。しみしみハラハラしてたんか今までは。スクショタイムください。あ、いいよ。終わり。今日のメイクと髪型なんか何もしない。でもちょっと薄いかも。あー、男女読み上げ読みタイムね。はい、ありがとう言ってくれて。あ、どこだっけ。見方が、うん、あ、これか。うん、はこれあなたの、あ、これか。うん、何支援ゲージってやべえ、わかんねえ。どれやねん。あ、これか。オッケーオッケーオッケー、分かったよ。アジサイ、トーマンジちゃん、ヤミタン、ヤザン、チャーリー、リンコ HK、ナミネコ、ジュンくん、タク、ノッペ、ありがとう。ありがとうございます。こんばんは。すいません。もう終わります。ありがとうね。来てくれてみんな。あ
明日定期公演来てくれる人は待ってます。じゃあお疲れ様です。お疲れ様でした。おやすみ。みんないい夢見てね。バイバーイ。